あ、困りましたね。困りました。困りましたね。困りました。困りましたね。一番止めにくい。来ましたね。来たね。来ましたね。いやもうこの前のディズニー都市伝説から行きたくて行きたくてうずうずしてましたね。確認したかったです。ずっと行ってましたから。だるいのがね、アフターシックスから入るっていう、僕は年パスなんでもう入れるんですよ。あ、そっかそっか、そうだよね。もうなんか40分ぐらい待機してる。早くつけすぎちゃったらね。いや、やっぱもうエネルギー家に来てるだけだから。そういうことで間違いないね。本当に空気変わるね。来月あれね、じゃんけん負けたやつ片っ端からあの年パスか。やばいよって、無理やって。怖いって、それは。年パスはやばい。一回一回弱っ弱っ。今、年末3個買った。楽しんでいこうか。はい、楽しもうぜ。お前なんか薄着ちゃうけど大丈夫？あ、大丈夫、あの、買うからここで。あ、楽しいね。海外の俺スタイル。俺がどんだけ今日この日、ディズニーを楽しみにしてたか。格の違いってやつをね、ちょっとお前らに見せつけてやろうと思う。急にね。行きたすぎて、2年ぶりにつむつむランドをダウンロードしました。これを、これはおもろいよ。はい、これ見てください。やばい、お前。これでぶっ飛んでるな。これで昨日遊んで、このディズニーの曲聴きながらこう遊んで、マインド高めだ。そう、ちょっとね、イメージをね、イメトレしてました。そんな楽しみなの？そう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 。まあ俺もね、さすがですよ。ちょっと今日は負けられないです。なんだ、なになに。あ、それか。これね、リスナーさんからいただいたあのピアスですね。ワゾースキーね。これまずつけて高めてると。かわいい。ワゾースキーって言うからね。ワゾースキーすごいよ。 9.9 割マイクって言うから。10年来の友達みたいな。すごい愛語ってますから。なんかあるわけですよね。見てください。あ、そうです。でっかいお城ですよ。なんと今後正義のものになります。おめでとうございます。おもろい。正義のものになります。ありがとうございます。何のありがとう。まあちょっとあの今日企画は言いません。まだ一応企画用意してます。はい、用意してるんだ。今から楽しもうっていう気じゃねえんだ。ただいや、一つ楽しんでって大丈夫です。最後の最後にちょっとだけ、まあちょっとだけなんかやるからっていう。おー、なんであとはそれプラス僕はちょっとあの久しぶりなんで、僕も年末買ったのに行ってないので、はい、あのちょっと伝説用にね、ディズニーの、はい、思い出すように自分のフィーリングをね、感覚を取り戻す。いや、もう大事。それやったもんね。ブレンデル、ブレンデル、パレードやってるよ。まず、まず取らないで、自分より取らないと。みんなガチだね。取らないと、やっぱり。さあ、皆さん、今からですね、幻のカレーを食いに行く。ノリがドッキリへ連れてかれた時に大興奮したカレーね。いや、あれマジでうまい。ほんとみんな食ってほしい。先輩だもんね、カレーのね。そう、カレーの先輩教えてあげるんでしょ。うん、普通のカレーじゃないのよ。違う、なんか違うよね。有名なスパイスが入ってる。わー、いいこと言う。いいこと言う。ノリがポップになってしまってる。ディリ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 。いや、やめろ。いいんだよ、これがうまいんだから。誰が食うと変わらん。誰が食うと変わらん。まずそうだね。うめえだろ。なんだこの腹立つな。プロできた。バカだね、これ。はい、もう見てください。美味しそうなアングル。美味しそうでしょ、これ。いただきます。あ、夢叶った。叶いました。いただきます。カレー、カレー、これ作ったらいくらで送ってくれますか。え、まあこれで夢入るみたいなのがありますからね。あ、まあね、もう行っちゃったよ、行っちゃったよ。行きます。行っちゃったよ。あ、まあ夢叶ったわ。あ、叶うよね。わかるわ、その感じ。マジで叶う、叶うんだ。すげえわ。久々だからちょっと味ちょっと忘れちゃってる。そう、俺も忘れてたけど、ちゃんと夢のスパイスがもうありえんぐらいまろやか。さあ、どうすか。あ、いいカレー。一瞬回った。いいカレー。これなのよね、この涼しい感じで食う。まあ、外で食ってるってことね。これなんすよ、おつなんですよ、これ。頭おかしくなる。みんなも外でぜひ食べてね。パレードが来るぞ。パレードが来る。バレーを負けなんと今日、ガラガラすぎて10分前で最前列されました。いやもうこの状況、あー、すごい、スペシャルになってる。最悪のコーデ。もう来て、美味しいカレー食べて、至高のパレード見て、この後スプラッシュマウンテン乗ろうみたいな話してるじゃないですか。最高かい。もう夢のズル向けコースですよ。言うてまうんや、それ。ズル向け、言うてまじゃじゃーん。じゃあ、買ってきたね。もうライト。めっ
めっちゃおもろいこと起きてテンション上がりすぎてこいつ2個買ってた。2個買っちゃいました。2個買っちゃいました。イエーイ。マックイーン、マゾースキー、もうマイクもマックイーンも可愛いでしょ。ほら見て、ほらここが回って、ほらここがグーフィッシャー、グーフィッシャーって手振ってたで。やばい。やばい。来た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 。行く行く。ファンサービスももらいまくったね。いやもう8割はゲットしましたよ。翔平もドナルドと投げキッス。投げキッスもらってたマジで。帰りましょうか。帰りましょう。帰った。満足です。悔しいから帰りますよ。悔しいです。その観点よ。悔しいです。ボロ負けだもん。彼女やったもんな。やめろお前。ノリの彼女。全然イメージできねえわ。なんで？薄すぎやろ。じゃあ今日減って。当たり良すぎんじゃん。薄すぎやろ。もう全然イメージできねえわ。なるか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 、マジやめて、マジやめて、マジ本当にね、ちゃんと支配人いましたね。いましたね、支配人。さっきはね、思いついたんだけど、ホーンテッドマンションみたいなホテルを僕作ります。無料、無料で、無料で。ホーンテッドホテルやねんよ。死ぬやろ。ボランティアがすぎる。はい、ということで皆さん楽しみましたね。いや、もうね、やばい。こうランド最高。最後企画やるって言ってましたね。チケットが買ってますよね、まずで、これでまあ4万ぐらいで、飯もありますね。あ、結構高くね。全部負けた一人が払いますよ。逃げろ。おい、誰もいねえじゃねえか。止めるやつだ。新しいプラン。新しいプラン。俺何もできなかった。翔平が払うことになった終わるんだ。え、嘘でしょ。笑ってますけど。え、マジで嘘でしょ。普通の楽天カード見たやろ。楽天カードから決算の報告が来まして、いつも20見たことない数字あって、50円血の毛ブワーッ。あんまお金使いたくないと。使いたくないの。それをもうちゃんと僕に相談されました。昨日ちょっとぼやいてましたんでね。そうそうそう。はい、じゃあじゃんけん負けた方全額いきましょう。全然話聞いて。行きましょう。おかしいやろが。行きましょう。でも4万ぐらいですね。いや4万出すったらお土産もう30人ぐらい買える。もうあと3万足して年パス買うし。でもやっぱ俺の考え的にはもうここまで来たら一人で苦痛味わって、あとはもう最高の幸せだけ貸しとっていただきたい。あー、まあ確かに負けなければ天国だった。そうです。じゃあ京平さんもじゃんけんです。マジか。うわー、一発で。さあ一緒グッジャンプン。はい、シュッ、はい、シュッ、はい、シュッ、シュッ、バッシャー。よし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 。言い出しっぺがちゃんとね、残ってますけども。大丈夫か。もう笑っちゃってんだよ。もう俺もあるから。あ、お前もあるんか。起きてます。起きてますよね。かまいたちみたいになってる。最初はグッチャゲバンバン。うわぁ、やったやったやった。何それ、何それ。ローリング、ローリング、はい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 、ローリング。なんで俺もローリング、ローリング、なんでお前もローリング。あ、あ、見えた。おいおい、決まって。はい、終わりました。違うやん。はいはいはい。俺年パスなのよ。金かかんないよ。ありがとう。先に払ってるから。ありがとう、ありがとう、ありがとう。なんでブンブンバーン。いや、俺だけはだってチケット代も払ってないし。本当に弱くなって、さっきもさ、じゃんけん取ってさ、そう、全部負けた。3連続負け。本当に弱いよね。で、勝っていい時ですか。やった、もう楽しい。なかったことにしよう。なかったことにしよう。すいません、ダメです。証拠映像あなたが言い出し、なかったことにしてみよう。俺が言い出したわけだし。そう、じゃあいい。意味が。ダメ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 。ちょっと今あるかね、見てみないとわからないですけど、2万ぐらいのありますけど。ああ、そのリアルな数字。先にじゃあ1万ずつ逆だったんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やったぜ。最近負けてなかったからさ、やめようか、こういう企画は。知るから。最近じゃんけん本気でやってる時ないから、俺ら楽しみますからね。確かに。そういうメンタルで僕がやってらせていただきますけど、少しでもね、ちょっと面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ディズニーよろしくお願いします。ディズニーよろしくお願いします。明日から、それぞれの道へ。
ですね。